お疲れちゃんです。ラッドです。今回はですね、なんと僕的には結構久しぶりなんですけど、トロフィーが6100に到達しましたということで、まあ、そちらのリプレイ解説をしたいなと思います。で、今回僕はですね、ラバルを使ってここまで来ましたね。いつもだとまあ三銃士だったり、まあ、スケラーとかなんですけど、今回ラバルでなんとかトロが上がりましたということで、今グローバルだとまあ157ですね。で、ローカルはもうみんなやばいんで、今11位って感じなんですけど、まあでも、ここ今多分日本人でラバルだと多分の6100多分1番ですね、今期だと。で、まあ、そのリプレイなんですけど、ちょうど今8連勝ぐらいして上がりましたね。で、まあ、このジャイファルチェインドラとかはまあ勝てないんで、しょうがないんですけど、まあ、結構ホグが意外と多くて、ホグにはまあ多分相性はいい方だと思いますね。 2.5 ホグとか迫撃ホグとかだと、そのやりゴムとか、その枯渇系にガゴムレがいるかどうかとかでも結構変わってきますね。で、この今見てる僕の相手はダクネインドラのゴブ小屋ですね。なんかあんま見ないやつだったんですけど、まあ、インドラとダクネ持ちの相手に勝ったということで、紹介したいなと思います。で、そうですね。ダクネに対しては基本コウモリで処理して、で、相手がここでゴブ小屋出してきたんで、ゴブ小屋に対してはもう基本逆サイです。ゴブ小屋に対してラバを同サイで合わせても、まあ、そのヤリゴブリンのダメージを防ぐことはできますけど、その、ヤリゴブリンが溜まっていって防衛すごいされてしまうので、そこはもう逆サイドにするのは徹底ですね。で、もうバルーン出して、で、インドレインザップですね。で、バルーンを長生きさせてあげて、このバルーンを一発、まあ相手ポイズン防衛もしてるのでもう一発ですね。で、このゴレをしっかり墓石で釣ってあげて、まあ、インドラやアイスウィズはもうしっかり他ユニットで処理ですね。で、僕前にも動画でラバルの動画出したことがあるんですけど、その時にもそのラバルだけで攻めて、まあ、他ユニットで攻めるみたいなこと言ったんですけど、まあ、基本的にはまあ僕のやり方ではそうですね。で、ここは、まあ、相手がゴブガヤもいてインドラ出してきたんで、もうザップ打つだけで脅せましたね。ここは美味しいですね。で、このインドラと、インドラだ。インドラを、まあ、メガゴトバカで処理できたのは美味しいですね。でも、ここはもう変に、なんか、なんだろうな、調子の TA も良くないので、墓石置いて、エリクサ溜まったりしっかりラバ展開ですね。で、このでもゴレのダクネを、もう後ろから形作られたら、止めるのって結構しんどいんですよね。その、ラバルってファイボーなんで、ポイズンだとやっぱ防衛しやすいんですけど、ここ防衛しようとするんですけど、結局無理なので、ここはもうラバルをの形を作って確実に1個ですね、取りいきます。1個、2個目ですね。で咳が、うん、で、ここはもう落とされてしょうがないですね。で、僕は2個折ってるので、もうここは本当にもう全開されないようにだけしっかり防衛をしていきます。で、まあ、ここのインドラもどうにもできなくて、2つ目も取られてしまうんですけど、まあ、しっかり防衛してあげて、まあ、このラバーが残ってる間に、まあ、バルーンを出してあげて、で、もうここは、このバルーンが刺さって GG といった形ですね。よいしょ!いやー、気持ちいいですね、本当に。僕、ラバル、そんな、めちゃくちゃうまいわけではないんですけど、意外と勝てましたね。で、次は、迫撃ホグかな?これの方がいいかな?これ。ということでいきます。で、そうですね。相手が、まあ、アイゴレギャングのヤリゴブコウモリ。っていうか、まあ、ギャングヤリゴブコウモリの3種類だったんで、まあ、良かったっていう話ですね。で、ここはもうザップ打ってしまうと、もしガゴムレとか持っていた場合に、もう一気に落とされちゃうんで、ザップは、もう僕がやり込むには打たないようにしてますね。で、墓石を置いたんで今逆サイ攻められても防衛できるので、
防衛できるというか墓石が、まあ、防衛してくれるので、まあ、逆サイにラバーを展開で、まあここはしっかり防衛ですね。しっかり防衛、しっかりではないですけど、そのメガコだったりガコだったりカウンターできるユニットで防衛しつつ、でもここは形ができてるのでバルーンを流します。でもうコウモリか、まあ、ギャンか何か来た時にもうザップすぐ OK。でここはもう相手ファイブを打てばいいんですけど、まあ、ギャングを出してみたいな感じなんで一発入りましたね。ここ美味しかったですね。でまあまあまあダメージリードを取っていきます。でラバって結構迫撃がしんどいんですよね。しんどいんですよね。でこのボスギも、まあ、言ったらまあ焦ったみたいなのあるんですけど、まあまあまあ多少この迫撃のダメージを防げれてるので、まあでなんか墓石に対しては逆サイにしっかりスケルトンを流してあげるように、墓石を逆サイドに出すのが大事ですね。でここはもうこの3400の城をさすがに落とされるとすごいもったいないのでしっかり守ってあげます。でここのラバの後ろにガゴ出したくなるんですけど、相手も何も出してこなくて750なんですよね。でこのラバのもう突進じゃないけど、この地味な攻撃してるのかも分かんないやつ、あえラバって火吹いたんだ、まあ的な感じのこの火吹いてるのが70ぐらいあるんで、もうラバだけで入ってますね。でもうここは読み5ですね、何か来るようので、まあまあバルーンダメージが入りますと。でもここはもう左からラバが形作ってもよかったですし、まああと残り40秒なんで熱戦以上あるんで、まあ、守れるかなって感じなんで、結構守りましたね、今回は。全然こうなった時に、左から形作って、まあ、どっちかの城は絶対守るようにするっていうのもありですし、ここで、まあ、しっかり防衛して、OK。あー、危ないですけど、まあ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 。結構ギリですけど、でまあ、なんとか、墓石や、まあ、ガゴンを使いながらの防衛からのフィニッシュ。よしよしよしと言った感じですね。ということで、次。まあ、ラストっすかね。で、結構 2.6 億だったりっていうのが多くて、もう、言ったら相性いいで、2.6 億に対して、まあ、その辺は特に何も解説しないですけど、で、このゴレオとかも、対空2枚なんですごい、まあ戦いやすいですね。この2枚だけ警戒してればいいので、でペッカもこの相手ペッカ腐るので、まあ相性的なとこもありますし、でこの最後ですね、インドラハンターのランバーゴーストの神器よいしょ。で基本的にまあ待って、相手がユニット出してきたのでボス機置きます。で、この墓石も一マス前の方がいいですね。で、ここで、他 2.6 億、2.6 億ホグかなと思いつつもハンターできて、おやって感じですね。で、ここでなんか、ちょっと処理したかったら5を打って、まあまあメガゴが処理してくれる。で、相手ランバー来て、しかも後ろからガゴ。で、ここは縦線出すかな？あ、出さないのか。あ、出した。で、からのカウンター。あ、そうですね。相手がハンターさっき出して、もう、ランバー来てって、もう陣切って分かったので、もうここでカウンターのバルーンですね。で、ザップって一発。で、ここのカウンターがしんどいんですよね。このゴーストの範囲攻撃で、墓石も結構、墓石のスケルトンですね、結構やられますし、でこのガゴでインドラ処理も相手がザップ打ってきて、このミリ残りインドラっていうのもすごいしんどくて、でなんとかまあ縦線用ですね。で僕が縦線と墓石使ったところを見て、このランバ相手もうまいですね。この星マークついてる人うまい説ありますからね、このニコ星さんで。で、ここなんですけど、まあ、ラバル5ザップっていう手札で、相手はこれを知ってたのか分かんないですけど、ゴースト出してきて、
どうにもできなかったんですよ。で、ここでファイブとかで別に防衛してもいいんですけど、なんか、結局ファイブで防衛したところですごいダメージ受けますし、なんか4コスすごい無駄になっちゃうので、ここはもう、僕はダメージ受けましたね。受けて許容して、もう攻めに。で、こう相手もインドラとハンター出してきて、もう対空2枚咲いたんですよ。美味しいですよね。で、これもザップ打って、ハンター処理&インドラのターゲット変更。はい、ジジイ。はい、ジジイで1個落とします。なんですか。いや、本当にもう咳が、やばいです。本当に申し訳ないです。で、ここはまあ、しっかり防衛ですね。とりあえず防衛。で、ここの、ハンターをターゲットラバで、OK! でも処理して、で、ここのまあ、ランバージャックはすごい美味しかったですね。で、このインドラ、まあ、バルーン出して攻めてあげたら2体目インドラ来たんですけど、このインドラ、ベカゴリ処理からの破裂後に、ザップ、あ、まあまあまあ。で、もう一発。もう一発 !OK! グロシ。でも、勝利。と言った。感じですね。で、6100到達しました。ということで、今期も、あと16、え？少な。もう16時間しかないですけど、マジでもう展開も出てるんで、もう展開一応目指したいですね。目指して、まあ、いけたら、そちらの方のリプレイも紹介したいと思います。なので、ぜひぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、バイバイ。